ご視聴感謝です。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。チャンネル登録頼んだぜ。皆様の登録がうぷ主のやる気につながるぜ。前回の森一軒を見てみると、米沢藩の苦しさがよくわかるわね。この後、竹の俣を中心にまとまるのかしら？竹の俣も様々な努力をするが、決定打とはいかなかった。そうこうしているうちに、なんと、当主重貞がとんでもないことを言い出す。え？一体何を言い出すの？藩籍奉還を知っているか霊夢？確か、藩が領土を意味して、籍が領民を意味したんだっけ？それを返還するということだから。まさか？まあ、この頃の米沢藩はとんでもないことが起きすぎだよな。しかも、上杉鷹山が家督を継いだ後もごたごたが起きまくる。今回はそんな話が中心だな。しかし、やはりこの状況を救ったのは、鷹山の慈愛の精神だったと言えるかもしれない。確かに、最初は全員に彼の心を伝えるのは難しいだろう。しかし、何人かには伝わったはずである。今回はそんな話をしてくれるのね。改革を行うと、必ず反対が起きるものである。しかし、彼には慈愛の心だけでなく、強運もあった。最大のピンチをどうしのぐか？米沢藩は綱渡り状態だったわけだが、さあ、米沢城に戻って解説するぜ。頼んだわ、マリサ。ゆっくり歴史を覚えていってね。確か前回は森利真を暗殺して、藩政を立て直そうというところまでよね。うまくいったの？そのことなんだが、事件の翌年の宝暦14年1764年に、当主重貞はとんでもないことを言い出した。もういや、当家は謙信公以来の名家だけど、領地の惨状を見る限り、修復不可能よ。名だけ残して、幕府にお返しするわ。うわぁ。私に立てついた竹の俣も、喧嘩の際に嫌なら領土でも返上してはいかがかと、言っていたし、問題ないわね。本によってまちまちだが、おそらく領土返上を願い出たのは重貞の方だろう。喧嘩の際に竹の俣がこんなことを言ったかは不明だが。まあ、売り言葉に買い言葉で竹の俣さんもそんなことを言った可能性はありますよね。もし改易でもなく、そんなことになってしまえば、明治時代より100年以上前に、藩籍奉還になってしまうわけだ。ということなんだけどね、幕府に領土を返す話はどう思うかね？バカなんじゃないだろうか。ですよねー。上杉重貞の正室は、徳川宗勝の娘をめとっている。しかし、この時点では亡くなっているので、息子の宗義が対応したんだ。あの子血迷ったのよ。それこそ、謙信公の名を汚すものじゃない。ここが辛抱どころじゃないの。反省改革頑張るのよ。死人役が喋るのやめてもらえますか？何よ、私は死人よ。それを言ったら、あなたの子孫が私じゃないのよ。細かいこと言わないで。ちょっと違うような気がするけど。いや、ややこしいなぁ。うぷ主は人選しっかりとしたらどうかしら？まあ本によっては、父親の宗勝が発言した話もあるが、まあ息子が発言したのだろう。とにかくだ。あのバカに伝えてほしい。バカなことは今すぐやめろと。承知したよ。改革どころの話じゃないんですねー。こういった、宗義の意見を持って、老臣を上杉藩邸へ使わした。当然、正綱は驚き呆れ果てた。そりゃ、そうでしょ。あんたが反省改革をするわけでもないのに、何考えているのよ。どうかしているんじゃないの。尾張様の言葉は重みを期待します。とてもありがたく、感謝しています。よい。この意見は重貞本人にすぐに伝えられた。重貞は、あからさまに落胆したという。そう、もういいわ。火の車な状態で家督を継いで、家臣は意見を聞かない、要望も一切通らない、私の心を理解できる者はもういない。かくなる上は。考えてみれば、重貞も大変ではある。六代七代と創生して、彼に回ってきたのであるからな。藩内がごたごたするのも仕方がない。その上で、この藩の状況である。そりゃあ、趣味の世界に逃げたくなる気持ちもよくわかる。彼の心を理解してくれる人はどれだけいたのかしらね？おそらく、数年の葛藤があったのかもしれない。この騒動の3年後の、
明和4年1769年に家臣を呼んで重大な宣言をしたんだ。春のりも17歳になったわ。もう私が出る幕はないわ。工事をすべて彼に託すことにするわ。上杉重貞はまだ40代である。容姿もまだ若い、だが多病を理由に隠居することとなった。鷹山は2年後に米沢に向かうが、ここから、鷹山の米沢藩立て直しのスタートなわけだな。まあ気持ちは少しわかるわ。それはそうと、重貞と鷹山の関係はどうだったの？その前に鷹山の話を少ししよう。鷹山は、秋月家からやってきているわけだが、家老三好善太夫から藩士としての教育を受けた。そして、藩籍奉還騒動が起きた頃には、細井平秀を師としていた。わらしな小白もしだが、すぐに病気で亡くなった。本人の能力に加え、最高の師をつけたわけだ。そんな、上杉鷹山が家督を継いだ際に読んだ句が、以下のものであったという。受け継ぎて、国の司の、身となれば、忘るまじきは、民の父母。これはどういう意味かしら？まあ簡単に言えば、米沢藩の藩主となったけど、民たちは自分の子供として、慈しむ父母の立場で藩主として臨みたいといった感じだろうか？こういった句の背景には、細井平秀と三好善太夫の教えが大きく関わっていると思われる。細井は、実践の大切さと人を慈しむ心を、三好は、父母を大切にする心を教えてくれたのだろう。完全にうぷ主の想像だが、こんな会話があったのかもしれない。ね、ねえ、家督を継いだら倹約するそうだけど、私の趣味も全部取り上げるの？私は、三好と細井から慈愛と親を大切にすることの大切さを学びました。もう私にとって、殿は親なんです。取り上げるなんてとんでもない。確かに苦しむことがあるかもしれません。殿が本来節約する分は、代わりに私がやります。ご安心ください。大丈夫？無理しなくていいのよ。殿はきっと、これまで財政難と家臣の争いで苦しんできたのでしょう。隠居したら無理せずに遊んでください。困った時は助けてください、父上。あなたって子は、泣かせてくれるじゃない。私の気持ちを知ってくれてありがとう。まあこんな会話があったかは知らないが、重貞には贅沢な生活を認め、隠居所の南山館で悠々自適の生活を送った。ここで贅沢をやめると宣言したら素晴らしい殿様なんだけどな。ただ、ただの無能な殿様に終わらなかったのが、この上杉重貞なのかもしれない。この鷹山の対応は後々プラスに影響に出るんだ。さて、17歳で10代藩主になった鷹山は、この年だと普通、後見人が政治を行うものだが、彼が直接政治を行っていたという。やっぱり、とても賢いのねえ。両親は、子供の幸福を願って、子供の楽しみを自分の楽しみにするものよ。私は、民が喜ぶ姿を見ることが夢よ。素晴らしい考えじゃ。まずは状況を整理しましょう。どうすれば財政を立て直せるの？わかったら、実行あるのみよ。方法は二つよ。一つは、収入を増やして出費を減らすことよ。でも、収入を増やすのは、費用や時間がかかるから、今は難しいわ。森と氏真の話で少し触れたが、まず契約を打ち切られた、大名家氏の関係修復が必要だった。ただ、これは鷹山が家督を継ぐ2年前の、明和2年1765年に修復を成功させている。それができたのは、竹の俣が舞踊に就任し、実権を握ったので成功したのだろう。ただ、それでもお金をたくさん借りるのは不可能だったが。まあ、相当利子がありそうですしね。それで、もう一つは何なの？一に倹約、二に倹約、三種の倹約、五に倹約よ。言うのは簡単だけど、実行は難しいわけね。まあ、間違いなく反対する者もいるだろうからな。私は細いから、率先垂範の教えを受けたわ。上の者がやらずして誰がついてくるの？まずは私からやるわよ。おお。この方に未来をかけて正解だったかもしれない。その覚悟を示すために、使いをやって国元の春日社に正門を奉納させている。誰かに見せようとしたものではない点が重要な点である。どんな機会があったの？原文を載せるとわからない人も多いと思うので、簡単に言えばこんな感じだろう。一つ、文学や武道を怠けずに頑張ります。二つ、民の父母の心構えを第一としていきます。三つ、日々質素倹約の心を忘れずに努めます。
4つ、部下や民への懲罰は、差別なく正しく行います。5つ、これらの誓いは固く守る。もし守れない場合は、神罰が下って、加盟が尽きるのも仕方がないわ。この正門が見つかったのは、約100年後の慶応元年1865年だったという。いかに彼が謙虚だったかがわかる。強い人間はわざわざ神に誓いを立てないわ。鷹山自身の弱さを、自分で諌めようとしたんでしょうね。弱さを認めた人間はかなり強くなるわ。お、巫女の霊夢さんは少し親近感が出たのかな。まあそんなわけで、江戸の家臣に向けて、同年9月に大倹約令を発布したんだ。およそこんな感じの言葉を発した。私たちの藩は、30万石の大藩だったけど、15万石の小藩に縮小したわ。でも、上下ともに、大藩の時代のしきたりが忘れられないでいる。30万石時代のしきたりで費用がかさむばかり。現在は太平の世で、風俗にもひとしお費用をかけがちよ。そもそも当家は質素倹約の気風があったのに嘆かわしいわ。現状かろうじて持ちこたえているけど、これに加えて商人からの借金の増加や、水難干ばつ火災や、手伝い不振があれば存続は不可能になるわ。私は秋月家という3万石の小藩から入って、名門上杉家を譲り受けたけど、このまま領民が生活に苦しんで、藩が滅ぶのを出しては待てない。だから、私や家臣みんなで精神力が尽きるその時まで、断固として大倹約を実行するの、確かに苦しいけど、みんな協力してほしいわ。まずは私と私の周りから実行するわ。だから協力してほしい。気づいたことがあったら言ってほしい。それをしっかりと心得て、例外なく非常な倹約をして、子孫を大切にして、親類とも睦ましくしましょう。そうやって、当藩を安泰にするために努力しましょう。大まかな内容はこんな感じだ。そして、家臣や農民たちに呼びかける前に、まずは自分が手本を見せた。悪く言えば外部から来た殿様で、周りの指示が受けれなくなる可能性があるのに、はっきり言うわね。それで、鷹山自身はどんな倹約をやったの？これは対話形式で説明しよう。こんな感じだと思われる。それで、あなた自身はどんな倹約をするんだ？少々のことでは周りは納得するまい。そうですねー。まず押し切り料は私が養子に決まった際には、200給料もらいました。しかし、藩主になれば1500料になるのが習わしです。まあ、藩主になるなら様々な必要経費がかさむだろうからな。それでいくらに減らすんだ？せっかくなので、200給料に据え置きます。おいおい、藩主になったら様々な付き合いがあるんだぞ。大丈夫なのか？私がそのくらいの無茶をせずして、どうして改革ができるんですか？この話で驚くべきは、50年間200給料のままにしていた点である。何度も、家臣が増額の申し出をしていたのにだ。本当に？単純計算したら6万、5千両じゃないの？約10億円の削減ができるのは、額で見てもすごい話ね。うむ。そなたの覚悟はよくわかった。それでは奥女中が50人いるがやはり減らすのか？多くの人は不要です。最低限の人数がいれば、我が藩は回るはずよ。9人にして、あとは暇を出しましょう。それはならんぞ、色べてる長も言っておったが、終わりとの関係が悪化するぞ。終わりといえば、この話によく出るわね。何かつながりがあるの？鷹山の義父は重貞だろ？彼の性質が、終わり徳川家から、多くの女中を連れてきていたんだ。下手すると関係が破綻する。ああ、じゃあ迂闊に解雇することができないじゃない。どうするの？私のために倹約をするんじゃないのよ。国のためにするのよ。しっかりと話をすれば、いかに終わり家とも納得してくれるはずよ。平時なら関係悪化もあったかもしれない。しかし今は非常時である。自ら筆を取って説得を行ったのであった。ご存知かもしれませんが、当家の窮乏ぶりは、大殿が藩籍奉還を願い出たくらいひどいものです。申し訳ございませんが、女中を引き取っていただけませんか？あなたの言うことはよくわかるわ。勇気を持って伝えてくれてありがとう。全員引き取るから。感謝します。普通なら、関係悪化の引き金になりかねない話であるが、当主自ら筆を取って頼むという誠意と、そもそも上杉家の窮乏ぶりをわかっていた点が功を奏した。どんな悪い状態でも、筋を通すことは重要ということよね。一歩間違えれば関係が破壊されるのによくやっているわね。見事というしかない。これなら、多くの人もお前についてきてくれるだろう。いいえ、まだ足りません。祝宴神事仏事の行事を縮小しましょう。私も、一汁一菜も綿の着用を率先してします。
なんと、そなたは当主なのだぞ。大名は絹をまとうのが当然なんじゃぞ。他の大名に舐められるぞ。もはやそんなことを言ってられる状態ではありません。私は木綿を見たことがありませんが、私が率先して動かずして誰が動くのですか？私は先生から、実践の大切さを学びました。当たり前のことを全力で努力することの大切さをです。それすらできずに、何が改革ですか？うむ、そうじゃな。お主の覚悟はよくわかった。すごい覚悟ねえ。確かに、一人が木綿に変えたり、食事を減らしたところで大した足しにはならないだろう。しかし、身をもって訴えることが、多くの人の心を動かすことになる。そうよね、どんないい言葉を並べても、上の人が贅沢三昧していたら、人はついていかないわよね。みんな危機感を感じるわね。じゃあ、鷹山のこの倹約の動きに家臣たちが心を動かされて一致団結するのね。鷹山は、こういった江戸の家臣に示した同様のものを、書面にして武勇の千坂隆敦を米沢から呼び寄せた。鷹山が米沢に行くのは、これから2年後だから、それまでにこうした倹約の心を、徹底的に周知させようとしたんだが。おそらくですが、こんな命令は誰も聞くことはないと思います。考え直してはどうですか？そうよね。老人たちは格式を重んじているでしょうからね。でもそう言っている場合ではないでしょ？普通のやり方では、このピンチは切り抜けられないわ。そもそも、倹約令自体は悪いことではないでしょ？まずはやってみなさい。ダメだったら考え直しましょう。この時鷹山は、式と題する一文を千坂に与えている。すごく丁寧でへりくだった内容であったという。主君が家臣に宛てた書面としては異例である。これは鷹山の性格以上に、外部の小藩出身者というのも大きいのだろう。殿様が、家臣をまとめるのは本当に大変なんですね。うむむ、一応やってみます。そんなわけで、この文書を米沢に届けさせたが、次のような不満が吹き出した。藩政改革は重大な話だろ？なんて、我々重臣に相談せずに一部の人間で決めているんだ。木で例えれば、江戸は枝葉で、米沢が根っこのはずだ。江戸の藩邸のものだけで上案を作るのは言語道断、御政道が成り立つか。こうなると思ったよ。まあ彼らの言い分も一理あるわよね。まあ全員の意見を聞いていたら、できるものもできない。なので、竹の俣や小白が中心になって草案を作ったわけなんだ。だから、案に竹の俣たちを批判したかったのもあるだろう。そこで、竹の俣正綱は次のように反論したという。あなたたちの批判もよくわかる。でも、これは我が殿が一生懸命になって考えた倹約令よ。これに勝るものはないわけだから、まずはやってみましょう。たかが17歳の当主に何ができるんだ。どうせ、取り巻きがくだらない入れ知恵をしたんだろ。お前だよお前。あと、江戸の家臣には殿が直接伝達しているのに、国元には書面だけ？殿が来たらどう？来れるならね。言いたい放題ねー。これ一歩間違えれば、森さんの暗殺事件みたいになりそうですよね。千坂は、すぐにこの状況を書面で伝えたのだろう。私の力では国元は抑えられません。すぐに国元に来て自分で説得してくだされ。まあ無理だろうけどな。うわぁ。わかったわ。国元にはすぐに帰れないから、一人一人に説得の手紙を送るわね。誠意を持ってやればきっと聞いてくれるはず。聞いてくれたんですか？そんな感じには見えないんですが。正直重臣たちは、まだ米沢に来ていない若き当主を舐めて反発しまくっていた。しかし、鷹山は上手だった。なるほど、当主が米沢に来れないなら、元当主が説明すればいいのである。おそらく、助力を促す書面を出したのであろう。あなたたちの言い分もよくわかるわ。でもこの倹約令は、江戸表に出されているんでしょ？それをやめたら、それこそ当主の威信に関わる重大な事態よ。そんなに当主の説明が必要なわけ？倹約令は私も重要だと思う。仕方ないから、暇人の私が上級下級問わず、一人一人に説明するわ。それで問題ないわよね？ひぃー、そんな滅相もありません。従います従います。なるほど、17歳の若造なら従わないかもしれない。しかし長年殿をやっていた重貞には遠慮があったわけだな。お腹が痛いので休みます。そんなわけで、重貞の口から大倹約令が発布されることになった。
しかし、芋川信親だけは病気を理由に不参加だったという。なお、芋川は翌年奉行を辞任している。理由は、おそらくはこの方針に従えないということであろう。これ一歩間違えたら、江戸と国元で意見が二分する事態になっていたわよね。案外重貞って能力が高いのかしらね。まあある程度能力はあったんだろう。これまで身動きが取れなかったが、優秀な息子ができたので、動きやすくなったのかもな。鷹山が国元にいない場合は、重貞が重要な働きをするわけだ。だからある程度贅沢を重貞に認めていたわけなんだ。一種の必要経費だったんでしょうね。そう考えると、鷹山が重貞に贅沢を認めていたのも納得ができるわね。とはいえ、この時期はほとんどの者が鷹山の意見を本気で聞いていなかった。それどころか、側近を誹謗中傷して、辞めさせて孤立しようとしていたという。本当に最初の方は、賛同者は数人だけだったんでしょうね。まあ、米沢に入って、直接実践しないとな。しかし、米沢に入る少し前の明和6年1769年に恐れていた事態が起きた。幕府の西の丸修復の命令が出た。額はなんと、16,520両であったという。正直簡単に払える額ではなかった。積んでますよね。中心会議では、竹の股が農民や家臣から、家臣は100石につき、2両、農民は取れ高100石につき、銀100文目の供出金提案した。倹約令に反対している家臣がいたから、結構反対したんじゃない？なんとすんなり決まってしまった。簡単に言えば、他に手段がなかったのである。みんな本当にごめんなさい。鷹山はこの命令に、伏して頼み入り候と書いていることからも、心情が理解できるよな。ま、まだ米沢に入っていないのになぁ。しかしだ、この時意外な人物が300両も供出してくれた。前の当主で岐阜の重貞であった。彼は、自分の押し切り金を削って寄付したんだ。ええー、本当に？前回の話を聞いていると、とても信じられないわね。まあ重貞も鷹山に心を打たれた人物の一人なんだろ。趣味を楽しめなくなるのは辛いけど、可愛い息子が頑張っているのに、何もしないわけにはいけないわ。お父様本当にありがとう。私は、大殿という人物を見誤っていたのかもしれないわ。万が一の場合は頼りになる存在かもしれないわ。まあこんなごたごたがあったが、同年の10月に初めて米沢に入った。その際に、竹の股と覗き吉政を徴用して、財政再建に臨んだ。さすがじゃのう。入部のお祝いは普通豪華にあるものじゃが、赤飯と酒で済ますとはな。何事も始めが肝心よ。財政を悪化させるしきたりは全部なくしていきましょう。まずは現状を把握しましょう。その上で、倹約を行ってお金を貯めて借金を返済しましょう。確かに、産業振興を行っているけど、農村が荒廃しているのよ。これではどうしようもないわ。確かに、商人は戻ってきてはいる。ただ、借金の額は限度だから儲かりれない。倹約をしつつ、こういった対策の準備は数年かかったのだろう。農村が荒廃していてはどうしようもない。何でもそうだけど、私が率先してやるのがいいでしょうね。任せなさい。何をやるんだ？それはね。殿様、そんなことをしなくても、私たちがやりますよ。いいえ、私もしっかりと参加します。私も率先してやらずしてどうするの？これからはもっと一生懸命にやろう。へえ、殿様自らやるのはすごいわねえ。これを積伝の礼と言うんだ。その昔中国の天子様が桑を打ち込んでいた。鷹山はそれに習ったわけだ。普通はふんぞり返っていると思われていた殿様が、自らこういった行動をするわけだ。農民が感動しないわけがないだろ？こういった誠意は、人に伝わるもので最初領民は殿様に半信半疑だったが、次第に信を置くようになったわけで、半信にも伝わるわけだ。こういった誠意だけでなく、農民たちには道徳も教えた。次の通りだ。凶作があるから、なるべく贅沢は控えなさい。婚礼は子孫繁栄でめでたいので、夫婦仲良く子供を育てるのは素晴らしいことよ。葬式は大切だけど、あんまり手厚くしちゃダメよ。法事は大切だけど、だからといって遊びすぎちゃいけないわよ。
こういった道徳を教えるだけでなく、年貢取り立てに理不尽がないように心を配りましょう。決まってないことは話し合いで決めましょう。まあ最初の数年はこういった、心という地盤作りはどうしても大切なわけなんだよな。こうやって、反省を改革していくのね。そして、数十年単位で大きな改革をすると、軌道に乗ったの？それがだ、なんか上杉家は呪われているのかな。鷹山が米沢に入って数年後の、安永元年1772年に江戸の二つの藩邸が消失した。本当に呪われているんじゃなかろうか。みんないつも倹約に協力してくれてありがたいわ。屋敷が消失したんだけど、良い対策はないかしら？我々50期組にお任せください。塩寺平にいい木材がありますので、我々が協力します。本当に？それは協力ありがたいわ。武士には不相応かもしれないけど、最高の忠説よ。確かに、武士に不相応な仕事はあるわよ。でも時と場合があるでしょ？今は平時でないのよ。臨機応変に行きましょう。今本当に巧妙なのは、山林伐採と木材運びよ。これに勝る巧妙はないわ。はは、殿わかってますって。鷹山が米沢に入って数年。最初は疑問に思っていたものも、彼の誠意と率先して動くのを見て、次第に心を動かされるものが出てきた。多くの協力があって、費用も抑えられてなんとか二つの藩邸再建のための木材を江戸に届けることができたんだ。本当に大変な時こそ、助け合えるようになるのはいい傾向よね。まだまだ具体的な政策が出るのには時間がかかりそうだけど、このままうまくいきそうね。ところがだ、この行動は老臣の反発を大きく招いてしまう。上杉鷹山最大の危機が訪れてしまった。ここからそうなるの？やはり、先ほど重貞に不満だった人たちが何か起こすのかしら？まあそういうわけなんだが、そうなった経緯を説明していこうと思う。米沢藩の面々が、自主的に労務作業を行うのを苦々しく見ていた人物がいた。江戸家老の須田光武であった。誇り高い武士がなんであんな卑しい仕事をしないといけないんだ。しかも、小藩で不税の殿様に指図されるんだ。父上、みんなが労務作業をしているので、私も出るべきですか？バカなことを言うな。あんな卑しい仕事をするのは、茶碗にクソを盛るようなものだ。汚れた茶碗は二度と、飯を盛ることができないんだ。と、このように鷹山の改革を真っ向から否定した。倹約令も無視して、ちりめんの服を身につけて、以前と同じような生活を送り続けていた。あららら。他にも、藩主から家老に与えられる祝儀物も減らされていたんだがこう言って拒否した。これっぽっちの祝儀は、当家の価格に合わないから殿にお返しします。これって、おそらくのぞきや竹の股への当てつけでもあったんでしょうね。またこんなこともあった。安永2年1773年鷹山が江戸から米沢に戻る際に、城の近くの松川の大橋に差し掛かった時の話なんだが。殿、なぜ下馬されるのですか？普通は乗馬のまま城に入るのが普通ですよ。これは武士たちがプライドを捨てでも、一生懸命になって直した橋よ。そんな大切な橋をなんで馬を使って渡れるわけ？それに私は責任者よ。しっかりと敵を確認する義務があるわ。橋に一礼して、入城していったという。このように家臣たちの心に藩主として報いたわけだ。ここでも、実践と心意気を大切にする、鷹山の性格が出ているわね。で、須田さんはどうだったの？こうだ。私たちは重臣よ。なんで、下々の者に配慮しなければならないんだ。上杉鷹山に続いて渡ってきた彼は、平然と乗馬のまま渡っていった。完全に反逆者のそれである。一部の人は鷹山の誠意に心を打たれているんでしょ？それは批判の対象になるんじゃ？殿が自らここまでされているのに、あの者は一体何なんだ？重臣だからって、常識がなさすぎる。いい加減にしろ。直接批判をする者はいないが、陰でこういった行為に疑問を持つ者が出てきた。まあ、そりゃそうよね。このままでは、私たちは完全に孤立してしまう。どうすればいいんだ？そもそも、サナエなんて諏訪子とかな子がいなければどうしようもないだろ、あいつらがいなければ。そんな、メタなこと言わないで。
お困りのようだね。誰？そうだよ、周りの人間さえ排除すれば、あんな若造なんとでもできるんだよ。私が協力しよう。まずは、同調者を集めるんだ。訴状は私が書くので、気が熟したら、行動するんだ。よし、わかった。この、わらしな裕拓という人物なんだが、彼は藩医で、元藩主でもあった。鷹山に細い兵衆が重宝されるのを見て、嫉妬していたという。本当に、ややこしい話になっているんですね。わらしなを黒幕に、武勇の木坂高敦と色べてるなが、江戸家老の須田光武、侍頭の長尾景明、清之助秀、芋川信近、平林正有の7人が賛同した。彼らは密談を重ねて、クーデターのタイミングを狙っていた。不穏になってきましたね。あれ？誰もいなくない？え？私たちの要求を聞け。事件は、安永2年1773年6月27日に起きた。先ほど紹介した7人が突然、鷹山を取り囲んだんだ。彼らは前もって示し合わせて、偽の訓命を出していた。なので鷹山を警備する者はいなかった。つまり、クーデターで竹の股や覗き細いを排除し、実権をこの7人に取り戻そうと決行したわけだ。むちゃくちゃじゃない。一歩間違えなくても、謀反みたいなものじゃないのこれ。彼らの要求は45箇条もあったという。一部を紹介するとこんな感じだ。言い方は、役者の性格が出ているのをご容赦願う。お前は、たかが三万石の秋月家から養子に来たから、当家の格式を知らないんだろ？まずは竹の股たちを解任するか、我々を解任するかはっきりしろ。本当に国政が良くなったのか？問題だらけで、人心は離れている。それもあいつらのせいだ、首にしろ。一汁一菜なんて大したことないんだよ、もっと広い視点で物を見ろ。それに自分で田畑を耕しても、結局不作だっただろうが。橋で馬から降りるのなんて、子供騙しで、みんな嘲笑っているよ。所詮辞儀に過ぎないよ。その辞儀すらできていなかったあなたは一体何なんでしょうかね。細いのバカも油断ならない人物だ。あんな無能に高い給料を払うのは、殿が、倹約と言っても説得力がない。そして、こう言って鷹山に迫った。ここが国の荒廃の分かれ道だ。時間稼ぎをするな。今すぐ返答しろ、それまで逃げるな。逃げて竹の股たちと相談するな、今決めろ。まあ要求は改革の中止と、竹の股たちの排除が主だったんだろう。この重臣7人の訴状を読んで、鷹山はこう言った。これは重要なことよ、竹の股たちに相談はしないけど、我が父上に相談した上で、しっかりと決めたいわ。今決めろ、答えないなら、ここを動かないぞ。場合によっては、暴力をもってしてでも返答させる勢いであった。数時間の膠着状態が続いた。芋川に至っては、鷹山の袖を掴んで無理やり引き止めたという。大変じゃないの。他に誰も城にいないんでしょ？どうやってこの危機を脱したの？しかし、この7人は最大のミスをしてしまった。一人だけ死して意思命令を出すのを忘れていた人物がいた。それが佐藤秀親だ。これだけ周到にやって、なぜ忘れるの？妬ましい、日頃相手にされていないからって、無視するなんて妬ましい。プライドの高い彼らの悪い癖が出た。この佐藤は何もできず、呼ぶに値しない人物と勝手にみなし、死して意思命令をしていなかった。ひどいやらかしじゃないですかそれ？この状況を見た近所の佐藤は、すぐに飛び込んだ、芋川に飛び込んで手を払った。無礼だぞ。妬ましい妬ましい。殿に手を出すなんて妬ましい。今がチャンスよ、お父様助けて。佐藤が作った隙を鷹山は見逃さなかった。この場をすぐに離れ、重貞の元へ逃げ出した。これを聞いた重貞は激怒した。そりゃ、そうでしょ。重貞はすぐに彼ら7人の元へやってきて。この謀反まがいな行動は一体何？説明しなさい。しかし、彼らも負けていなかった。じゃあこれから江戸に行って、幕府に訴えるぞ。脅迫じゃないのこれ。重貞は当主として大したことはなかったが、人を見る才能はかなりあったのだろう。鷹山という人物を感謝も評価もしていた。
主君が若い人物だからって、ふざけたことをしていると、容赦しないわよ。なんなら私が相手するわよ。はっはぁ。重臣たちを激しく叱責した。久坂は平伏したようだが、他の重臣たちはしぶしぶこの場を後にしたという。しかし、重貞さんって思った以上に頼りになる人物なんですね。しかし、重要なのはこれからでしょ？ 7 人の処分をどうしたの？ここからが、鷹山のすごいところだとうぷ主は思っているようだ。まずは7人に反省を促した。使いをやって、もう一度話し合いをしようと打診したわけだ。どんな感じだった？全員拒否しています。芋川様は病気と称しているのに、馬に乗っていたようです。そう？何よそれ、もう7人とも切腹にしなさい。いいえ、辛抱強く話し合いましょう。7名は鷹山を舐めていた。どうせ、我々を処分できるわけないと。しかし、それは鷹山を見くびりすぎであった。事件2日後に、重貞同席の元臨時の幹部収集を行った。なお、竹の俣たちが推挙した者は意図的に除外した。これは公正を期すためね。徹底的に筋を通すわけね。とても素晴らしいわ。鷹山は重臣7人が出した書面をみんなに見せて、こう言った。みんなは彼らの言い分はどう思う？もし改革に問題があるなら、直していくけどどうかしら？果たして全員の回答は？意義はありません。人心が殿から離れているとは思えませんし、本当に竹の俣たちが反応がんなら、そもそも、我々が糾弾しています。ですよね。しかし鷹山は何人にも同様の質問を繰り返した。最終的には全藩士に尋ねたという。最終的には末席の藩士からも。身分が低い私が言うのもなんですが、殿の改革はもっともなものと思います。中断せずに最後までやってほしいです。これで、決まったでしょ。いいえ、念のため明日もう一度確認しましょう。慎重ねー。このくらいやらないと、誠実な人間と言えないのかもな。翌日も心変わりがないかと確認した。しかし反対はなかった。これで鷹山の心は決まった。あなたたち7人は徒党を組んで、とんでもないことをしたわ。これは許せない話よ。よって、須田光武芋川信親両名は切腹よ。思い切りましたねー。続いて、久坂色部は隠居閉門で、半地召し上げ、長尾姓の平林の3人は300石召し上げの上、隠居閉門となった。慈愛の人でも、やるときはしっかりとやるのがこの人のすごいところよねー。実はこの7人にも、慈愛の心を出しているのもポイントだ。この7人のその後だが、切腹になった芋川と須田の子孫は、2年後に家督を継ぐことを許されているし、他の5人も許されて、閉門を解かれている。なるほどねー。そういえば藁科雄卓という黒幕がいたでしょ？どうなったの？こうなった。追い詰めたわ、覚悟しなさい。はは、諏訪子や香菜子に守ってもらっている巫女風情が私にかなうわけないでしょ？こんな役やってられるか、今討ち取ってやるよ。うわぁ。このゲスロリ野郎が、あんたなんて斬首よ。なんでサナエの強さを過小評価する人が多いんでしょうか。てか、サナエさん素を出さないでもらえますでしょうか。まあ、鷹山は最初からこの藁科雄卓が黒幕と睨んでいたようだ。徹底的な捜索を家臣に命じたんだ。すると、須田の家から彼の密書が発見されたんだ。本人は否定したので、鷹山に決断が委ねられたが、2ヶ月後に斬首となった。こうして、七家騒動は一応の解決を見た。果たして、これから鷹山の改革が成功するのだろうか？反対勢力の排除が重要なイベントであったのは明白だ。これから鷹山は具体的な改革を行っていく。成功できるか？それともまた反乱が起きるのだろうか？それは次回の楽しみとしてくれ。気になるわね。私に任せなさい。あなたは口が悪いのを直しなさいって。でへ。というわけで、上杉鷹山最大の危機であった、七家騒動の解説だがどうだった霊夢？殿様になっても、自由にできないのは大変よね。それで重貞さんがやる気をなくしたのかもしれないわね。
でも重貞さんと鷹山の関係は結構良好そうだったわよね。お互い素敵な出会いだったのかもしれないわね。まあ重貞にも思うことはあったのだろう。でも本当に運命ってわからないわよね。一歩間違えれば竹の俣さんが切腹になったり、鷹山が押し込められていたかもしれないわけだしね。まあ運も実力だし、彼の誠実さが引き寄せたものだろう。佐藤がいても助けない可能性があったわけだしな。処分をする際にも、筋を通してしっかりとやる。この点からもこれからの改革の話を聞くのが楽しみね。今回はどちらかというと、精神面な改革の話が多かった。精神面がしっかりとすれば次は具体的な内容だ。次回改革は成功するのか見ていこう。竹の俣さんや、のぞきさんや、細井さんたちと仲良くやって改革を成功させてほしいわね。じゃあこれからも、当チャンネルをよろしくだぜ。要望があれば、時間を見て少しずつやっていくので楽しみにしてくれ。それでは皆様、ありがとうございました。